ういういかにも閉じ込められたみたいな暗い感じがあるからこそ、それが開いた時のバカ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 ーンっていうのがこの対比で、よりここもなんか激しさ迫力が感じられるわけなんですね。エンタメニュースのよりくです。今回紹介する作品はですね、スピルバーグ監督のプライベートライアンという作品ですね。これアカデミー賞のね、監督賞とかもいろいろ取ってますけども、まあ、これをですね、分析して解説していきたいと思うんですが、これ私ね、ネット上でですね、まあ、いくつかこれについてのね、考察とかですね、分析とか一応見てみたんですが、これね、ほぼ全部がですね、これストーリーね、人物がどうとか、その人物の考えがうんぬんとか、まあ、そういう部分でしかですね、考察とか分析とかしてないんですね。つまりですね、これ映画なのに、映像とか音声とかに対してですね、分析は全く誰もしてないんですよ。まあ、これ評論家とかもこれ当然ですね、誰もそういう話はしてないんですね。でもこれね、映画なんですから、やっぱ映像とか音声がどうなのか、そういう部分をですね、まあ、私の場合は分析して解説していきたいと思います。はい、というわけですね、今回紹介するのはですね、前半のハイライトシーンのですね、ノルマンディ上陸作戦、オマハビーチのところでね、攻防戦なんですけども、そこの部分をですね、まあ、ちょっと解説していきたいと思うんですけども、これ最初ね、これ艦艇に兵隊たちがたくさん乗せられて、でこうね、オマハビーチにバーッとこう行くわけ、もうたくさんの数がバーッとこう行くわけなんですね。で、次にですね、これ主人公ミラー隊が今度は登場するんですけどもね、トム・ハンクスが演じるところの。で、この見せ方なんですけども、こう非常に印象的な見せ方をしてるんですね。これはどういうふうに印象的に見せているのか。エンタメ。これまず最初はですね、こうちょっと暗い影になってるところ。そこをですね、はい、これな。手がこう震えてるんですよ、手がね。こう震えてる。で、震えてる。これ誰の手だろうと思いますよね。で、それはこう、この水筒を持つんですね。はい、水筒。普通だったらですね、こう水筒持ってる、こうって飲むじゃないですか。まあ、確かにこれ飲むんだけども、飲むとこでこう顔が映るじゃないですか。でもここはね、顔映んないんですね。なんでかって言ったら、バーッとこう上まで上げちゃう。で、全然顔見えないです。どういうとか。で、次に、下ろして顔が見えると思ったら見えないんだな。なんでかって言ったら、今度は、飲んだ後完全にこれ、顔下げちゃうんですね。こうして全然また見えないんですよ。で、ここまで引っ張ってようやく、で、ね、顔が現れるわけなんですね。だから最初からもちろんこれ見せてもいいんだけど、最初に影で暗いところで手が震えて、こう、ね、水筒を持ってこう飲んで、それでも見えないで、下ろしてやっと上げて見えるっていう風にすることによって、あ、この人どういう顔してんだろうとか、どういう人物なんだろうっていう風にこうすごく興味を引きますよね。で、引いて引いて引いてやっと見えるわけだから、すごく印象に残るような感じになるわけなんですね。たかなか一人の人物を見せるのに、まあ、こういう風なやり方をしてちゃんと描いてるってわけなんですね。で、先ほど申しましたように、これオマハビーチに向かってバーッとこう行くわけなんですね。でですね、ここにこうちょっと上にこうね、こうなってますけども、これはなんでこうなってるかっていうのは当然ですけども、こうずっと向こうに進んでいったらですね、これこう敵がこう言います、敵がこうバババババと撃ってくるわけですよ。だから正面に対してバカ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 とやられるわけだから、この正面がね、一番こう危ないわけですね。だからみんなこう頭を下げていくことになるわけなんですね。それがどういうふうに描かれているかって言ったら、はい、こういう感じですね。こういう絵がたくさん出てくるんですよ。はい、これエンタメポイント。これ何がいいかって言ったらですね、これ全然こういう絵が続くんだけども、こうワンカットたりともですね、こっから上からずっと向こうを見た、こう兵こと艦艇がずっと向こうに行って、それを上から撮って、敵側、その上陸するビーチの方、これをですね、俯瞰で見せるってことは一回もしないんですよ。ずっとこの彼らがですね、こういう感じでも、やってるやつ、ここのこのカットをですね、いくつかを見せるだけで、向こうのやつを見せるってことで、これ一切しないんです。これなんでそういう風にしてるかってですね、エンタメっぽい。こういう風にずっとやることによって、今自分たちは絶対こう、やばい状態で、ちょっとでも顔上げたらバーンって撃たれるっていう、そういう緊張感、それがですね、非常に感じるわけなんですね。で、だからもう全然こう、向こうが見えない状態で、こう、進めされて、これからどうなるんだっていう、その不安感をですね、非常に煽る演出になってるわけなんですね。ほいで、実際にじゃあ今度はですね、その前の部分、この前の部分がバカって開いたらどうなるか、向こうが見えたらどうなるかってことなんですね。で、はい、じゃあ着きましたと。じゃあ開けるぞってガーって、この一番前のやつがバーンって開くんですよ。そうするとどうなるかって言ったら、こうなるわけなんですね。向こうがバーンって降りたら、向こうがババ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 バ
こういうね、もういかにもこう閉じ込められたみたいな暗い感じ、それがあるからこそ、それが開いた時のバババッとバタバタバーンっていうのがこの対比で、よりここもなんか激しさ、迫力が感じられるわけなんですね。で、ここはですね、もう早く降りろと、もうここに、ね、いたらもう狙い撃ちされるだけだから、急いで降りろって言って、もう海の中でジャバーンとか行くんですよ。で、一生懸命ですね、あえてこう向かっていくんですね。でも当然だけども、ここはあの上の方はもう狙い撃ちされるわけじゃないですか。でもこうババババザンプションババババってかすごい音がしてですね、もう非常に怖いんですよ。どんどん弾がパパパッと飛んでくるんですね。で、今度はじゃ あの海に潜ろうって海に潜るじゃない、こうやって。そうすると潜るとですね、当然だけど息ができない、こう曇ったほどどうなって、で上にあるとこシャ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 ってなって、パパパパって、この繰り返しなんですね。だからもう上も地獄で下も地獄っていう感じなんですね。だからもうどこにも逃げ場がないという、もう単にもう撃たれるだけ、もしくは溺れるだけ、まあ、途中であの溺れるシーンとか溺れて死んでしまうあの兵隊のシーンも出てくるんだけども、でも上も下も地獄だっていうね、そういう非常に厳しい状況だ、これはみんな一人だけじゃなくてもう全員がそういう状況だ、そういう非常に厳しい戦場だっていうのがね、それを描いてるのが今言った端的な、上は上でバンと撃たれる、下は下でもう溺れてしまうって、そういうやつでうまく描かれてるってわけなんでございますね。でですね、でここ僕はね、一つあのなかなかこれ面白い演出だと思うのがあったんですね。でまたこう途中で一生懸命このねビーチに向けてこう頑張ってこう前進してるんですよ。でバンバンバンとかなんかプシュプシュとかやってるんだけども、ここでこう見てわかると思うんですけども、これも水面がもうすごいこの辺でこう撮ってる、カメラをこの辺撮ってるわけなんですね。こうなってるわけなんですよ。だからもうちょっと波がこういう風に上に来たと思う、バカってこう海の中に入っちゃうね、カメラがバンバンバンプシュプシュプシュボカッと入るんですよ。一瞬ボカッて入るんですね。これでドカンドカンドカンってやってる時、一瞬だけパッて入った時にですね、その一瞬で弾がブーンって過ぎるんです。だからピショピショバカバカバカバーンビリビリっていう、一瞬海の中に入った時にバーンっていう、だからここもその一瞬で海の底も怖いよっていうのを見せてるんだけど、もう一つエンタメ、これ非常にうまいのはやっぱり海の中と外ではどういう風なそのね敵の攻撃、弾がどのようにこう表現として変わっていくかっていう話なんですね。でここ見てわかると思いますけど、これ外あのこれ撃たれるところですね、あ向こうの弾がパンパンパンと飛んでくるところなんです。それは外では光、これがピュンってこう飛んでくるんです。これピュンピュンピュンってこう飛んでくるんですね。でこれがですね、海の中ではどういうふうになるかって言ったらですね、はい、こういう感じになるわけなんです。さっきの光がピュンって飛んでくるだけだったんだけども、今度はこの後ろにね、この泡、これがバーッバーッっていくわけなんですよ。だからこれはこれです。非常にこう激しいんだけども、怖い感じがするんだけど、こっちはより迫力、海の中ではより迫力が増すわけなんですね。それなんだったら、この泡、この宝石、これがバカバカバカっていくんですね。これがブーンブーンとか通り過ぎるわけなんですよ。だからよりこの恐怖感をね、あの煽るというような、そういうふうなこう演出効果があるわけなんですね。でですね、彼は一生懸命このバカバカと逃げていくんだけども、じゃあ向こう側はどうかと、敵側さんはどういうふうに描いてるかって言ったらですね、エンタメプラス。敵側はこういう感じです。影ですね。向こうのこう陣地になってて、上に背がでっかいのがバーッとあって、そこの中からバカバカとこう狙い撃ちしてるわけなんですね。だから、あの、開けてるところにいないんだ。ちゃんとこうやって隠れられるところにいて、そこからこうやってるわけなんですね。だからこういうふうに影になってるわけなんです。で、影になってるわけだから、顔が見えないと。この顔が見えないその敵ということで、より恐怖感が増しますよね。つまり、敵の正体がよくわからない。正体がわからない敵から狙い撃されて、バーッとこうやられていく。だからですね、あの、しっかり向こうの姿が見えるよりも、この暗い感じ、この影でもって攻撃してくる方が、よりこう恐怖感が増すというね、それだけこう主人公たちが非常にこう厳しい状態で戦ってるのが、これでわかるわけなんでございますね。ということで今回はですね、ちょっと駆け足になってしまいましたけども、この続きはまだね、今後やりたいと思いますが、とりあえず今回はこれで終わりでございます。ありがとうございました。